今日は上達を加速させるためのヒントをお伝えします。外国語を話して何ができれば幸せを感じられるのか、それは本当に人それぞれだと思います。私の場合は、カナダで毎日大好きな英語に触れながら、ただ生活しているだけで幸せを感じた。ネイティブの綺麗な発音を真似して、自分も発音してみるのがたまらなく気持ちよくて幸せを感じた。英語やスペイン語を話す人と深い部分で通じ合えるとたまらなく幸せを感じた。だからもっと英語、スペイン語に触れたい。もっと世界中の人と話したいと思った。あなたは外国語で何ができたら幸せを感じますか？不純な動機でもいい。結果を出さなきゃとやる前から意気込まなくてもいい。ただ、あなたは何に魅力を感じて、何を幸せだと感じて外国語を学びたいのか。自分自身でそれが把握できていて、だから自分は外国語を話したいのだと思えると強い原動力になります。もしあなたが学びたい理由が、自分の魂を喜ばせるためじゃなくて、例えば他人からの評価や自信、お金など、今自分にはないと思うものを得るためだったら、モチベーションはきっと続かないと思う。外国語に対して魂が反応して喜んでいるか、それが大前提。魂が反応していると感じるなら、外国語でいかに自分の魂を喜ばせるか、そういう視点で外国語に触れていけば上達が早いと思います。